おはようございます。今日は夏の平日のモーニングルーティーンを撮っていこうと思います。朝目覚めるとこんな風に猫のメルちゃんが足元にいることが多いです。朝から癒してもらってます。そしてまだちょっとぼーっとしながらなんとかベッドから起き上がります。そして着替えをします。で、洗面所に行ったらまず歯を磨きます。それからうがい薬でうがいもします。そして顔を洗っていきます。そしてスキンケアをしていきます。化粧水は夏も変わらず保湿重視のものを使っています。で、乳液はベタつくのがあんまり好きではないのでさっぱりとしたタイプを使ってます。そしてキッチンへ行ってまず一杯お水を飲みます。その後は自分の食事の前にメルちゃんにご飯をあげます。ご飯だと分かって元気に泣いてます。そして朝食作りをしていきます。最初にリプトンの水出しアイスティーを作ります。お水を注いで3分待つだけなのでとても簡単です。この日の朝ごはんはベーグルがあったので簡単なベーグルサンドにしました。ベーグルを切ってマヨネーズを塗ってレタスと生ハムを乗せるだけのシンプルなベーグルサンドです。その間に水出しアイスティーも完成しました。これだとちょっと足りないなと思ったのでヨーグルトも食べることにしました。パルスイートを入れて、くるみを一粒割って入れます。こちらは水出しのアイスティーなので、渋みや苦みが少なくて飲みやすいです。アールグレイのふわっと広がる香りが爽やかです。ちなみに朝食の時 YouTube を見ながら食べることも多いです。お腹が満たされたらメイクをします。日焼け止めはなるべく念入りに塗ります。で、
ファンデーションを塗ります。意外とパソコンの画面越しでも鮮明に顔が映ってしまうので、テレワークの日も一応一通りのメイクをしていきます。そしてテカリ防止のパウダーもしています。で、眉毛はこの日はリキッドパウダー眉マスカラを使いました。そしてアイシャドウはこの日はラメ入りのものにしました。一色を簡単に指でのせる程度で済ましちゃいました。で、チークは割としっかりめにのせます。画面越しだといつもより血色が悪く見えがちなので割としっかり塗ります。メイクは完了です。それから簡単に掃除をします。毎朝の掃除は掃除機をかけてソファーカバーを整えるくらいです。本当に簡単です。猫がいるので毛足の短いカーペットを敷いているんですけど、掃除機もかけやすいので結構楽ちんです。そしてこのソファーカバーを整えるとき必ずメルちゃんが飛びついてきます。これで結構苦戦します。遊んでると思ってるみたいです。コロコロをかけて、掃除はこれくらいです。それから瞑想をします。 YouTube の瞑想の動画をイヤホンで聞きながらやっています。最近はアファメーションの瞑想を聞いたりしてます。不安な気持ちがあっても軽くなる感じがして心地がいいので習慣になっています。そしてちょっと動くと熱くなってきたので氷入りの水出しアイスティーを入れて、できない日もあるんですけど時間があったら少しだけ読書をします。人に勧めてもらったモチベーション 3.0 っていう本を読んでいます。これくらいの時間になってやっとスイッチが入ってきます。そして家の中でも日差しが結構入ってきて日焼けしそうなので腕と首に日焼け止めを塗ります。それからバレットジャーナルを開いて予定とやることを確認します。これは一日のやることリストを改めて書き出しています。そうしないといろいろと忘れがちなのでこれもルーティンの一つです。で、予定の確認をしたら仕事に取り掛かります。最近休憩時間についついお菓子を食べていたら肌荒れしてしまったので、これからは飲み物で気分転換しようと思います。リプトンのコールドブリューは味が4種類あるんですが、
私はこのルイボス&ホワイトピーチティーが一番好きです。ピーチの甘い香りがしてすごいリフレッシュできます。よかったら皆さんも試してみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。